日本を代表するロケット HE や日本の宇宙開発では日本での宇宙開発について述べる。日本の宇宙開発は1950年代の半ばに糸川秀夫が大学の研究班で始めた。30センチメートルほどの小型ロケットから始まった研究であったが徐々に大型化し人工衛星を打ち上げる研究を行うようになった。衛星を打ち上げるようなレベルに到達した頃。 国も宇宙開発専門の機関を設置した。以来研究室から始まった宇宙科学研究所と国の機関である宇宙開発事業団の2つの宇宙開発機関が独自にロケットの開発を行ってきた。1990年にスーパー301条で商用衛星が競争入札になり、1990年代末から2000年代の初めに いくつかの失敗を経験した後、初めて統一された宇宙機関である宇宙航空研究開発機構が設置された。これを他国の開発の経過と照らしてみると、大学が国より早く開発を始めた点など、開発の経緯が特徴的である。現在は機関の統一による予算削減など厳しい財務状況の中で開発を行っている。糸川秀夫、 後方に電離相測定器の模型が見える日本では、かねてより、現行の時に伝来した黒色火薬を使用するロケットが流星として各地に伝えられていた。近代的な日本のロケット開発は、戦前の1931年に遡ることができ、兵器開発の一環として外国からの十分ではない資料をもとに、陸海軍の分身砲や、王家などの固体燃料ロケットや、異号ミサイルや、 中水などの液体燃料ロケットの開発などが行われた。戦後ロケット開発に協力することになる村田勤などもこれらの研究に携わっていたが、これらは終戦後に一度断絶する。宇宙開発としての例名は東京大学教授であった糸川秀夫によるものであった。第二次世界大戦後、日本は航空機の技術開発を禁じられ、 第二次大戦中の航空技術者たちは多くが職を失っていたが、サンフランシスコ平和条約締結後、再度航空技術の開発ができるようになった。7年間の断絶の間に、日本の航空宇宙技術は大きく損なわれていた。糸川は、東京大学生産技術研究所に航空技術の研究班を設置し、1955年4月には、 国分寺市で長さ 23cm、直径 1.8cm のペンシルロケットの水平発射実験を行った。これが戦後日本の最初のロケット実験とされている。続いて大きな目標として来たる1957年から1958年の国際地球観測年での実施が計画された上層大気の観測のための機器を 外国から好意的な申し出もあったもののそれに頼ることなく、糸河原のロケットで打ち上げるべく、研究、開発が進められることとなった。ペンシルロケットは、当初水平発射を行っていたが、徐々に大型化すると、都市近郊での実験は危険になったため、秋田県の道の川海岸へ移動し、打ち上げ実験をすることになった。ペンシルロケットの後、一回り大きいベビーロケットを、 開発し、最終的に高度 6km まで届くようになった。ベビーロケットの後は、気球からの発射を行うロックンの計画と、地上から打ち上げる計画が同時に行われたが、ロックンは開発に難航し捨てれていった。地上発射型のロケットでは、カッパロケットが徐々に到達高度を伸ばし、このロケットは気象観測などにも使われ、1958年には、 国際地球観測年に情報を提供した。この時代のロケットは開発資金がなかったため手作りであり、追尾レーダーも手動であった。いずれも失敗を繰り返しながら試行錯誤で生産され、多くのタイプを生み出した。1958年、カッパロケットの6型は高度 40km に到達し、これによって日本は自力での観測データを持って、 上げに参加することができた。1960年、カッパロケット8型は高度2 0 0トルを超えた。当初秋田で行われていたが、飛距離の問題などから、ロケットの打ち上げ場所を太平洋に開いた内の裏に移動し、以前より大型のロケットの実験を行うようになった。日本初の衛星、大隅1960年代にはこれまでに採取されていた情報から、 人工衛星計画試案が立てられた。これに伴って、カッパロケットの後継となったラムダロケットの開発が始まり、打ち上げに関する技術情報は、小型のカッパロケットから取りつつ、より高高度への打ち上げを行うために、ロケットの研究が行われた。1963年に科学技術庁は、航空宇宙技術研究所を設置した。 抗義券も宇宙に関する研究を行うことから、この頃から国も宇宙開発に徐々に力を入れ始めてきたと言える。しかしその後の経過も含めてみると、東大生産券系と抗義券とで宇宙関係と航空関係の住み分けという傾向の方が強く、例えば抗義券の危機で衛星軌道に上げられたものは人材など多くはなく、設備などもそういった傾向があった。 1964年には科学技術庁はさらに別の機関として宇宙開発推進本部を設置した。東京大学では宇宙航空研究所が設立された。ラムダロケットの開発は徐々に改良を加えながら進み、高度 2000km に達するまでになり、衛星の打ち上げが現実に近づいていた。当時、ロケット開発において誘導制御が 軍事技術になると日本社会党に指摘されたため日本最初の人工衛星は無誘導での軌道投入を目指したロケットが遠くに飛ぶようになると近海で漁を行っていた漁業関係者との間で論争が起こり一時停滞したまたラムダロケットによる軌道投入も4回も続けて失敗したこれはロケットを分離する際に燃料の少量の残りが燃料となって 下の段が上の段に追突し、揺さぶることが原因だった。これらによって得られた情報でさらにロケットを改良した。1970年2月11日、全段無誘導の L-4S ロケットをこの時によって、日本初の人工衛星をお墨の打ち上げに成功した。ここまで国内技術だけで、ロケットと人工衛星の打ち上げに成功した。 日の丸の小旗を持って待機していた街の人々は、打ち上げ成功の喜びにはいた。大隅の信号は、追跡に協力したアメリカによっても捉えられたが、電池が高温で、電力を失い、翌日までには大隅からの信号を捉えられなくなった。大隅自身は、宇宙航空研究開発機構が設立される、直前まで、軌道上に存在した。衛星の打ち上げ以前から存在していた。 宇宙開発推進本部は1969年10月1日に科学技術庁の特殊法人宇宙開発事業団として組織化された。前身の推進本部時代には当初防衛庁の施設があった新島で実験を行っており、独自のロケット基地を持とうとしたが、折しも安保闘争の時代であり、防衛庁のミサイル基地への反対運動が起こったため、 羽子ヶ島をロケット発射基地として一転した。宇宙開発事業団は商用ロケットの実用化のために固体燃料よりも液体燃料のロケットを求め技術習得を急ぐため米国からの技術供与を受け N-I ロケットを打ち上げた。このロケットはこれまで日本で独自に開発されてきた固体燃料ロケットとは違い一部が液体燃料でありこれに連なる ロケット軍も液体燃料を利用することになった。宇宙航空研究所の宇宙開発は科学技術研究の要素が高く、宇宙開発事業団は商用ロケットや商用衛星の開発に力を入れた。以来、文部省の所管であった東京大学宇宙航空研究所と科学技術庁の所管であった宇宙開発事業団はお互いに独自に開発を進めていくことになった。 科学技術庁側の一元化の主張に文部省は実績と大学自治で対抗した。この問題は科学衛星の打ち上げは宇宙航空研究所が行い1.4メートルより大型のロケットは宇宙開発事業団が行うという線引きで決着した。東大研究班は1981年に文部省の国立機関である宇宙科学研究所になる。しかし、 以降も文部省と科学技術庁は綱引きを行いながら宇宙開発を進めていく。ハレー艦隊に参加した先駆け1970年代に入るとより精度の高いロケットの開発が始められた。大隅を打ち上げた L-4S の技術をもとにミューロケットの初期型で RM-4S ロケットが開発された。一号機は失敗したものの、その後は3機続けて、 人工衛星の軌道投入に成功し、ミューロケットの土台となった。この後、システムを簡易化するためにミューロケットは4段から3段へと変更を行い、誘導制御とロケットの強化を行った M3C 型に改良した。M3C 型は4機打ち上げられ1機は失敗したものの3機の軌道投入に成功した。さらに、M3C の1段目を長くして、 水力を上げた M3H 型で3機、前段が誘導可能になった M3S 型で4機の衛星の打ち上げを連続して成功させた。徐々に軌道投入が正確になり、高いところへの投入が可能になっていった。これらのロケットによって、技術試験衛星探査など多くの科学衛星が打ち上げられ、宇宙科学研究者は衛星に対する情報と技術を蓄えていった。また、 極光や大空のような大気観測衛星、白鳥や火の鳥のような X 線天文衛星が活躍した。宇宙科学研究所のロケットの開発は M-3SII ロケットで一段落を終えた。このロケットは前段固体燃料のロケットとしては初めて衛星を地球の重力圏から離れるまで持っていき、先駆けと彗星をハレー艦隊に参加させた。 M-3SII ロケットは確立した技術として続々と衛星を打ち上げていった。秋山豊宏より大型の個体ロケットの開発は一足飛びには進まなかった。宇宙科学研究所は政府に対して今後10年程度は技術的にロケットの直径を1.4メートル以上に大型化できないだろうという予測を報告し、宇宙開発事業団ともこの大きさで線引きをしており、 さらに国会が制限をかけたため、大型化が困難になったためである。宇宙開発事業団は初期には独自の液体ロケットの開発を行う予定であったが、差し迫った実用、商業的なロケットの必要性からアメリカと日米宇宙協定を結び、米国からの技術導入の運びとなった。アメリカのデルタロケットの一段目液体エンジンを利用し、 国内で開発を行っていた LE-3 を2段目に設置した液体ロケットの計画を始めた。こうして N-1 ロケットが開発された。しかし、最初の液体ロケットとなった N-I ロケットは軌道への投入能力が低く、衛星を製作する能力も米国に劣っていた。このため、1977年には米国からの技術移転で作られた。 正式小衛星ひまわりをアメリカのロケットで打ち上げた。また、桜や百合なども米国のロケットで打ち上げてもらった。N、I ロケットは製造技術と管理手法のみの技術取得であったが、こまめに記録を取り、宇宙開発事業団は徐々に技術を身につけ、衛星でもひまわりの2号機以降は国産化率を高めていった。これ以降、宇宙開発事業団は、 大型化する衛星の要求を満たすために N-I ロケットの後継である N-2 ロケットの開発を始め2段目はノックダウン生産に変え 300kg 近いひまわり2号を正式軌道に投入することに成功したこれらのロケットはアメリカのデルタロケットのライセンス生産やアメリカ部品のノックダウン生産でありロケット自体は非常に質の良いものであったが 衛星のアポジモーターなどは、ブラックボックスになっており失敗した時に、改善するにも情報がなかなか手に入らなかった。このため、ロケット全体を自主開発することが必要となり、国産での開発を始めた。新しく開発された H1 ロケットは独自で研究開発を行った、液体燃料ロケット LE-5 エンジンを実用化し、2段目をこのロケットエンジンに変えた。 LE-5 は再転化できることが特徴でこの特徴により N2 より強力になり H1 ロケットの正式軌道への投入能力は 500kg を超えた。宇宙開発事業団の生産したロケットは多くが商業衛星を打ち上げるために使われ急速に増えた通信衛星や放送衛星、気象観測衛星などを打ち上げていった。H1 ロケットは急期生産され、 そのすべての打ち上げに成功しており、日本で初めて複数の衛星の同時打ち上げに成功した。日本は有人宇宙飛行のための開発を行っておらず、NASA の協力でモーリ・マモルが日本人として初めて宇宙に行く予定であったが、シャトルの事故によって1990年に民間人であった秋山とヨヒロが日本人として最初に宇宙に行くことになった。 また、彼は民間人として初めて宇宙に行った人間にもなった。ミューファイブロケットの打ち上げリハーサル、宇宙開発事業団は LE-5 エンジンを成功させ、日本国内での技術が進捗したことも鑑み、国内技術をより高めるために、純国産液体燃料ロケットを開発することを決めた。開発は1984年から始められた。 H2 ロケットはすべてを一から再設計したものである。一段目のエンジンも完全国産を目指し、その開発は難航した。日本が新型の一段目として開発していた LE-7 ロケットエンジンは、高圧の水素、酸素ガスの燃焼を利用するもので、振動による部品破損や材料の耐久性などの問題を解決するのに時間がかかった。 水素が漏れることによる爆発も起きた。固体ロケットブースターには宇宙科学研究所で研究が続けられてきた固体ロケットの技術を活かすことになった。開発には10年かかり、HI の最後の打ち上げから2年後の1994年に1号機を打ち上げることになった。2月3日に打ち上げる予定であったが、フェアリングの空調ダクトが発射台から落ちたために1日延期し、 2月4日に液体ロケットとしては初めて完全国産となった H2 ロケットの1号機が打ち上げられた。一方、宇宙科学研究所は1989年の宇宙開発政策大綱の変換でより大型のロケットの開発が可能になり、固体燃料ロケットで惑星探査ができるロケットの開発を1990年から始めた。 こちらもロケットモーターの開発で問題が発生した。開発が長引き、M-3SII ロケットの最終飛翔から、やはり2年後の1997年に、ミューファイブロケットが完成した。ロケットの空白機が生まれたために、火星探査機のぞみは打ち上げを2年に延期することになった。こうして、ロケットの開発が進んだ日本であったが、 1990年には、米国貿易政策、スーパー301条が適用され、日本が国内で使用する実用衛星も、国際競争入札にしなければならなくなった。これによって、実用衛星の打ち上げに関しては、より安価に打ち上げることのできる、米国製のロケットが多くを持っていき、また、少数生産で、高コストの国産衛星は、 大量生産で低価格の欧米の商用衛星に、かなわず、ひまわり5号の後継機は、米国製の完成品購入になった。緑のような環境観測のための衛星や、はるかのような天文衛星など、化学衛星や実験衛星は、日本のロケットで打ち上げられることがほとんどであり、これらの衛星は、大きな成果を上げた。しかし、商用衛星の打ち上げが、海外に流れたことは、 現在に至るまでロケットの商用打ち上げの実績を積むことができない理由ともなった。また、1990年代後半から2000年代初めにかけては新たに開発した大型ロケットでつまずくことになった。H2 ロケットの5号機と8号機が連続で打ち上げに失敗し、ミューファイ5ロケット4号機も打ち上げに失敗。火星探査機のぞみは軌道投入に失敗した。 これらの失敗と折からの行政改革の動きが重なり、宇宙機関の統合が政府で提案されるようになった。組織間の連携の強化、機能の重点化、組織体制の効率化などを行う計画が立てられ、宇宙開発事業団は H2 ロケットの打ち上げ失敗を反省して、ロケットの再設計と簡素化を行い、2001年に HE やロケットの初打ち上げを成功させたが、 2003年10月1日に宇宙科学研究所、宇宙開発事業団、航空宇宙技術研究所が統合され、文部科学省の下で宇宙航空研究開発機構が発足した。メディアを再生する、早草の機関は大きな話題を呼んだ。宇宙航空研究開発機構設立直後の HE やロケット6号機の打ち上げは失敗したものの、その後は成功を重ねた。 さらに2009年には、より搭載能力の高い HIIB ロケットによる宇宙ステーション補給機の打ち上げも成功させ、国際宇宙ステーションへの物資の補給を初めて成功させた。また同年には ISS で最大の実験旨となる希望の運用も開始された。2013年秋にミューファイブロケットの後継の固体燃料ロケットの イプシロンロケットの初号機が打ち上げられた。一方で初の商業打ち上げとなった2012年の HEA21 号機によるアリラン3号の打ち上げ以来商業受注を再び試行するようにもなっている。衛星分野に関して言えば1990年の日米衛星調達号以降国内で打ち上げる人工衛星の多くが完成の科学衛星や 実験衛星になったため、この分野の技術力が強いものとなっていった。気象衛星のひまわり7号の標準衛星バスの DS2000 は、キク8号に使用された衛星バスを発展させることによって開発されたもので、これによりコストを下げることができ、また、標準衛星バスのネクスターを開発したことで基礎部分をある程度共有する。 セミオーダーメイド型の衛星の実現が可能になり、安価で迅速な開発も可能となり、小型科学衛星や実用リモートセンシング衛星を多く打ち上げる計画も立ち上げられている。近年で最大の成功は、はやぶさの機間といえる。工学実験を主目的に作られたはやぶさは、2003年に、内野浦宇宙空間観測所からミューファイブロケットで打ち上げられ、 2005年に小惑星糸川を探査、打ち上げから60億キロメートルの飛行を経て2010年に地球に帰還した。糸川への着陸時にトラブルがあったため、小惑星の資料を採取できていない可能性が高いとされていたが、帰還させたカプセルの中に小惑星の資料が入っており、これによって、はやぶさは世界で初めて小惑星から資料を持ち帰った探査機になった。 1998年の北朝鮮のミサイル実験以降、過去には行われてこなかった情報収集衛星の打ち上げやミサイル防衛など防衛目的での宇宙利用が行われるようになった。また、冷戦終結後は欧州や中国、インドなど各国の宇宙開発の進展によって国際環境が変化したことで日本独自の宇宙開発の意義も変化。さらに、 研究開発や科学だけでなく、商用や産業の発展などの実用への活用の要求や宇宙開発に協力する国内民間企業への恩恵のこのような問題に対応するため、宇宙開発の中心を文部科学省から関連省庁の垣根を越えた内閣総理大臣の責任のもとに移すことが考えられるようになり、2008年に宇宙基本法が制定された。 これによって、法的に内閣の下での宇宙開発の計画管理の一元化の道筋が立ち、防衛利用の法的根拠等も整備された。制定後、内閣に宇宙開発戦略本部、内閣府に宇宙政策委員会と宇宙開発推進戦略事務局が相次いで設置された。従来、文部科学省の宇宙開発委員会が行っていた計画管理も、 内閣府の宇宙政策委員会に移り、新しい宇宙開発計画体制が構築された。従来の日本の宇宙開発体制では、弱、JA、さを所管していた文部科学省が力を持っていたが、これらの組織の発足により、経済産業省も力を持ち始めるのではないかと推測されている。日本は安全で豊かな社会を実現するために、積極的に 宇宙航空技術を利用したいとしている。JAXA の長期ビジョンによるとなどが盛り込まれている。2008年の宇宙基本法の施行以降は内閣を通して予算の分配を行っており、平成21年度以降は当初予算と補正予算の合計で3000億円ほどとなっている。科学目的が第一義だったことや、国内の人件費の高さなどから打ち上げのための費用は高いとされる。 これらの条件から商業打ち上げに関しては先進的とは言えない。HEA も増産につながるような大型衛星の打ち上げは受注ができていない。しかしながら予算の効率的な利用などのため提コスト化は推進されており、HEA は H2 に比べ打ち上げコストを下げる努力が行われた。打ち上げ費用は H2 では190億円程度だったものが、 AGIA では120億円、80億円程度に低下している。現在、ペイロードでは劣るものの、より低価格で打ち上げが可能なエプシロンドケットが運用されており、同期は打ち上げに向けた機体の自己チェックなどの省力化が進められている。JAXA の予算は3機関統合や宇宙開発の予算に情報収集衛星の予算も加えられたことなどから減少傾向にある。 JAXA の年間予算は2010年に約1800億円、人員は約1600名であり、アメリカ航空宇宙局の約10分の1、欧州宇宙機関の2分の1以下である。海外の軍用衛星の費用も含めた宇宙開発費全体と比べると2005年の時点で米国の15分の1以下、欧州諸国の3分の1以下の規模に過ぎないとされる。 人的資源が高額であること、商業的に成功していないことなどを鑑みれば、海外に比べ資金繰りで不利と言える。このため、試験機を飛ばすことや失敗も難しい状況であり、節約のための設計が問題を招く例もある。例えば、SRBA は正期には、ロケットノズルを安価に生産できる円錐型にしていたが、安全性のため現在では釣り金型に変えられている。 幹事が少なく民事も取り込めていない現状では民間企業が宇宙産業から手を引き将来的に部品の調達が難しくなる可能性があるとされる。現在のひまわり弱さは宇宙開発について理解を得るために国民や民間事業者にネットなどを通した情報開示を行っているほか観光、印刷物やネット通信 施設公開など多様な手段での広報、双方向的な交流の仕組みづくりなど広報活動の拡大に取り組んでいる。メディアに取り上げられる回数も増え、結果として予算を大きく拡大せずに認知度の向上やマイナスイメージの減少につなげている。ジャクサの広報施設には宇宙科学技術館が存在する。東京ではジャックス a が存在したが、 2010年に閉館されている。ロケットの発射を見るため、車上に訪れる人は多く、発射時には街が活気ついている。現在はインターネットによる打ち上げ中継なども利用されている。日本の宇宙開発は、東京大学生産技術研究所の一、研究班として始まっており、その元をたどれば、戦前に航空機開発を行っていた東京大学第二工学部を元にしている。 この研究班は1964年に東京大学宇宙航空研究所として独立した。1963年には国が航空宇宙技術研究所を立ち上げ、これに伴って航空技術は航空宇宙技術研究所が行うことになった。1969年に宇宙開発事業団が立ち上げられ、技術輸出の問題から、 宇宙航空研究所の研究開発は科学分野に特化していった。その後1981年には宇宙航空研究所が開祖され国立の宇宙科学研究所となった。1990年代から2000年代初頭にかけて行われた政府機構の整理と行政改革の機運にロケット発射の失敗が重なり各組織の連携強化が必要とされて これら機関が統一され、文部科学省の下の宇宙航空研究開発機構が立ち上げられた。2008年の宇宙基本法制定以降は、宇宙開発関連は内閣の宇宙開発戦略本部などが主導している。宇宙観測の分野では、独立行政法人自然科学研究機構国立天文台などと共同でプロジェクトを行っている。ロケット発射場。 編集日本最大のロケット発射場、種子島宇宙センター詳細は、カテゴリー、日本のロケット発射場を参照日本国内で人工衛星打上げが可能なロケット発射場は、種子島宇宙センターと内野浦宇宙空間観測所の2カ所である。旧ナスダ系の液体燃料ロケットは、種子島から、旧アイセス系の固体燃料ロケットは、内野浦から打ち上げられている。 上記2カ所以外に試験及び観測ロケットの発射場として秋田ロケット実験場と気象ロケット観測所が存在する。秋田ロケット実験場は東京大学生産技術研究所が1955年からロケット発射実験に使用された。この実験場は1965年の航空宇宙技術研究所による発射を最後にその役目を終え、現在は 石碑が残るのみで、当時の施設は何も現存していない。気象ロケット観測所は、気象庁が1970年4月に開設し、2001年3月21日まで、MT-135P ロケットが、計戦119回打ち上げられた。現在は、大気環境観測所として、大気観測を行っている。 新島試験場では1963年から1965年にわたって科学技術庁が小型ロケットの打ち上げ試験を実施した。当施設は防衛庁の施設であり、曲がりする形で試験が行われていた。現在は技術研究本部航空装備研究所、新島支所としてミサイルなどの誘導兵器の発射試験に関する業務を行っている。 大気町多目的航空公園では民間ロケットであるコミューユロケットの打ち上げが2002年から行われている。また、日本国内ではないが、日本の南極基地の一つである昭和基地では1970年から1985年にかけて、オゾン測定やオーロラ観測などを目的とした54機の観測ロケットが打ち上げられている。かつて存在した施設、 編集日本のロケットは平和利用の目的のため完全に軍事技術と切り離されて発展し弾道ミサイル技術につながるとされる再突入も1994年に打ち上げられた流星まで控えられており2000年代初頭までは偵察衛星も開発されなかったこのためロケットや衛星の多くが科学目的か商用目的を持ったものである 初期は観測衛星が多かったが、徐々に通信衛星や惑星探査機などが増えてきており、特に1990年の日米衛星調達合意以降はコストの面から実用衛星の商業受注も難しい状態に陥ったため、工学的な面で先進的な技術試験衛星が多数打ち上げられた。弱、JA、さなどの計画管理は、 NASA で行われていた p p p を取り入れたものになっている。これは研究でしようと計画を策定する研究、それを詳細に検討し、実現可能な計画に変える開発研究、実際に実機を作り試験を行う開発、実際に運用する運用に分かれており、実際に決定され、作成されるのは開発からである。また、評価のために、 さらに細かい分類がある。日本の宇宙開発費は比較的低コストで行われている。HEA までのロケットの開発費用は3900億円であり、アリアン V の開発費用80億ユーロに比べ安くなっている。衛星でも開発費が少ないため他国に比べ試験機が少なく、衛星の場合一つの衛星で多くの実験を行っている。また、 壊れても次々と打ち上げられる状況ではないため、故障しても実験継続の可能性があれば続け、失敗しても他の用途に利用できる場合は利用し使う。詳細は、カテゴリー、日本のロケットを参照日本の人工衛星、打ち上げ用ロケットの開発の特徴は、固体ロケット系列と液体ロケット系列が並行して進められていることで、あり。 最初の人工衛星打ち上げ用ロケットの打ち上げとなった1966年の L-4S ロケット1号機の打ち上げから2013年9月末時点までに累計94機の人工衛星打ち上げ用ロケットが打ち上げられこのうち82機が成功している成功率は87.23%人工衛星打ち上げ用ロケット以外の小型の 試験ロケットや観測ロケットも換算すれば、日本のロケットの多くが固体ロケットである。固体ロケットはペンシルロケットからつながる系譜であり、最新機種はイプシロンロケットである。また固体ロケット技術は液体燃料ロケットの固体燃料ブースターの SRB と SRBA にも活用されている。一方液体ロケットは、 水素と酸素を利用する2段燃焼サイクルの LE-7A エンジンが主力大型ロケット HEA と HIIB に利用されている。このエンジンは現在まで打ち上げ失敗につながるほどの大きな異常は生じていない。2013年にエキスパンダーブリードサイクルエンジンを利用する H3 ロケットを開発することが決定された。また、液化天然ガスを燃料に利用する。 LNG 推進系については GX ロケットの開発は中止されたが同系統の研究は継続している。ロケットの技術試験のために観測ロケットを利用する例があるほか H2 の開発途中では小型の H2 ロケットである TR-I ロケットを作って打ち上げている。現在観測ロケット用の小型ロケットでは再使用ロケットを利用する案が出ている。詳細は 日本の宇宙機の一覧及びカテゴリー日本の人工衛星を参照ひまわり1号気象衛星ひまわりは非常に有名である。当時の日本のロケットは火災量が低かったためひまわり1号は1977年にアメリカのデルタロケットによって打ち上げられた。依頼小修正と機能の高度化を進めながら5号機までが打ち上げられており、 2014年にはひまわり8号が、2016年にはひまわり9号が打ち上げられた。X 線での天文学を行っていた学者たちによって打ち上げが記念された。X 線天文衛星は一度目は打ち上げに失敗したが、再び打ち上げられ、白鳥と名付けられた。この衛星が中性子星などの観測で多くの発見を生んで以降 X 線天文衛星は、 途絶えることのないように打ち上げられている。太陽観測衛星や電波天文衛星も打ち上げられている。また、地上の天文台や他国の天文衛星などと協力している。現在は日の出、日ので、日咲、荒瀬などが運用されており、2016年には、瞳が打ち上げられた。電波をはじめとする地球観測衛星は、極光や磁気圏などの地磁気観測につながり、 大気観測にもつながっていった。一方で地上を観測するための衛星も気象衛星と同じく発展していった。現在ではだ、12号が陸域観測以外にも災害監視に役立っている他異物がに酸化炭素測定に利用されている。放送衛星は多くが海外製であり、海外のロケットで打ち上げたものを利用している。通信衛星のでは絆を開発し、 高速インターネット通信などの研究を行っている。2010年には東京小笠原間で遠隔医療に利用する実証実験を行った。順天町衛星導きは2010年9月11日に打ち上げられ衛星測位システムの構築を目指しており、政府は7機体制を目指すとしている。三菱電機は海外での販売なども可能な衛星バス DS2000 を開発しており、 現在まで12機の人工衛星に利用されている。詳細は、プラネット計画、日本の宇宙機の一覧、及び、カテゴリー、日本の宇宙探査機を参照近年では、遠隔操作による惑星探査に重点が置かれている。2010年には、はやぶさの期間が話題となった。はやぶさは小惑星のかけらのサンプルリターンに成功し、国民の目を惑星探査に向けることになった。 一方で、火星探査機のぞみ、金星探査機や火月などの軌道投入には失敗している。重力の強い惑星に対して投入する際に使用する小型、強力なエンジンに難があるとされる。詳細は、日本人の宇宙飛行を参照日本は、有人打ち上げを行っておらず、他国の有人打ち上げに参加するしか方法がない。一方で、1990年代から NASA との協力の 元、多くの宇宙飛行士が宇宙へ向かっている。国際宇宙ステーション計画では、実験部に希望を制作しており、日本人が宇宙に滞在することは、稀なことではなくなっている。日本は2020年までに独自で、有人宇宙飛行を行いたいとしている。宇宙ステーション補給機などの技術を応用すれば、有人宇宙飛行を達成することは、不可能ではない。 しかしながら確実な安全性を求められること、威信のためになどという予算的、政治的な余裕がないこと、現状での宇宙へ人間を輸送する必要性の少なさなどから計画はあっても優先順位は低くなっている。情報収集衛星を参照日本は近年まで宇宙開発において軍事的利用を行ってこなかった。また、衆議院の国会決議で 偵察衛星の保持は認めていなかった。ミサイルからの展開でロケットを生産するようになり、衛星の打ち上げやロケットの開発が軍事目的の一つだった。諸外国と比べれば、むしろ純粋に非軍事目的のみで宇宙開発が発展した日本は特殊である。この方針は1998年に北朝鮮がミサイル発射実験を行ってから変化した。発射実験以降、 北朝鮮を偵察する独自能力の保有が国会で論議され、早速開発が始められた。以前の国会決議で偵察衛星の保持が認められていなかったため、情報収集衛星の名目で打ち上げられることとなり、2003年にその1号機が打ち上げられた。2008年には宇宙基本法を成立させ、防衛目的のミサイル防衛と偵察衛星の 範囲で宇宙の軍事利用が可能になった。なお、ミサイル防衛に関しては防衛費から予算を区面している一方で、偵察衛星に関しては以前の宇宙予算の中で行っている。現在日本が保有する偵察衛星は、レーダー衛星と工学衛星の2種類であり、順当に計画が進められ、国が直接的に介入する分野であるため定期的かつ確実に打ち上げられている。 また、ミサイルが発射されたことを探知するための早期、警戒衛星の保有も検討されている。これらの衛星打ち上げは、顧客として見れば確実に打ち上げが受注できる、大口の有料顧客であるが、開発のための資金は、以前からの宇宙開発費から出ていることに他ならない、ため、科学分野での宇宙開発を圧迫している。法改正によって、防衛予算を衛星開発に当て元の、 宇宙開発予算を科学用に戻すことも可能になっているが現状は実行されていない。アメリカ軍が主催した人工衛星に対する攻撃への対処を主題とした機上演習には防衛省や JAXA の職員がミサイル防衛関連は早期警戒衛星を持たないことからアメリカとの密接な協力のもと開発運用が行われている。現在まで 衛星攻撃兵器などは保有しておらず、弾道ミサイルも保有していない。また、ロケットを量産できる能力がないため、日本の保有するロケット軍を即時弾道ミサイルなどの軍事目的へ転用するのは物理的に不可能である。HTV には多くの荷物が乗せられる日本の宇宙開発における国際協力の始まりは国際地球観測年の活動から始まっている。 それ以降も、科学衛星や天文衛星の情報をお互いに共有することによって発見を行ってきた。現在は、国際宇宙ステーション計画に参加し、希望と呼ばれる独自の実験棟があり、宇宙ステーションにエブシを運ぶための宇宙ステーション補給機を生産している。HTV はその役割から、コウノトリという愛称をつけられている。毎年一機のペースで打ち上げられており、 これからも2015年まで継続する予定。宇宙探査や衛星の打ち上げに関しては、欧州宇宙機関や欧州各国との共同で行う計画が見られる。また、水循環を観測するアクアは、アメリカ、日本、ブラジルが共同で運用している。現在、日本はロケット打ち上げと衛星製造の海外からの商業受注に力を入れており、 二千十二年には雫に相乗りさせる方法ではあるが、初めて優勝による海外衛星の打ち上げを成功させ、二千十三年には相乗りではない純粋な商業打ち上げをカナダのテレサット社から受注した。また、ODA によるベトナムへの AS ナーの提供が決定しており、二千十二年三月七日には、野田義彦首相とタイのインラックシナワトラ首相との会談の中で、 a s AS n ナーなどの日本の衛星をタイに導入する計画について話し合われた。また、モンゴルにも a s n ナーの売り込みをかけている。ありがとうございます。